特別番組、アメリカ・イスラエル・ユネスコ脱退の背景ということで、本日は、内藤先生とともにお送りしたいと思います。先生お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、本日は今本当に話題になっているユネスコだったりですね、アメリカ、イスラエルの話がありますけれども、それを、非常に分かりやすく内藤先生 のいつもの、話ぶりでですね、解説していただけるということで、 ありがとうございます、はい、今話題のというか、ね、はい、要は この本を出しました、ね、そのなんか宣伝番組を、はい、やらせていただけないかということなんですけれども、はい、結構、はい、本が出た後の、ね、お話番組っていうと、こう、うん、うちわの雑談みたいになっちゃうんで、それだったらニュースに絡めたところでご説明した方が、はい、見ていただいている方にもいいんじゃないのかというふうに思いまして、はいはい、ぜひお願いします。それで、はい、アメリカ・イスラエルが、ユネスコ脱退するっていうのは来年度からっていうようなことなんですけれども、はい、ユネスコがどういう組織でうんぬんかんぬんということもいいんですが、はい、基本的にはアメリカとイスラエルがその一番怒っちゃったのは、今からちょうど1年くらい前なんですけども、うん、去年の10月に、うん、ユネスコの決議で、うん、エルサレム旧市街の、このエルサレム旧市街というのもこれからちょっとご説明しますが、はい、のユダヤ教とそのイスラムの両方の聖地について、このイスラエルがムスリムの礼拝をその制限しているということを非難する決議が、うん、採択されたと、はい、これだけでも大体ユネスコというのはご存知のように左派系 の、うん、論調が強いものですから、うん、アラブとイスラエルということは完全にアラブ寄りなんですけれども、はい、その時に決定的に彼らが怒っちゃったのは、その聖地の名前がですね、ユダヤ教のその名前だと神殿の丘という言い方をするんですが、うん、はい、イスラムだと聖域という意味ではハラムシャリフという言い方をするんですけれども、うん、はい、この神殿の丘という名前を使わないで、ハラムシャリフで、うん、ムスリムがその、うん、イスラエルによって妨害をされているみたいなことを決議しちゃったもんですから、うんうんうん、これがやっぱり非常に問題だよねということで、うん、怒られ、うん、彼らの感情、イスラエルとそれからアメリカの感情を害したという、うん、なるほど、イスラムの名前だけ載せて、そうです、そうです、で神殿の丘という名前を、載せなかったと、ね、載せなかったと。なるほど。でそれが、はい、非常にずるずる引っ張ってまして、うん、でその後同じような形で現在の、イスラエルパレスチナの地域というのはもともと非常に歴史が古いところですから、うんうん、ユダヤ教の聖地であり、なおかつイスラムの聖地である、あるいはキリスト教の聖地であるというのもあるんですが、そこでその2つダブっているようなところで、イスラムの聖地だけという面をこうクローズアップするようなことが続いたんで、うん、とうとうその、はい、ぶち切れちゃったということになるんですね。で、はい、そういったところで、そもそもじゃあ、エルサレムのその旧市街、今回そのちょっとお話をしたいのは、エルサレムの旧市街の先ほど申し上げた神殿の丘とかハラムシャリフとかって言われてるところが、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒にとってですね、どういう歴史的な意味を持ってきて、ユネスコなんかがそれをどういう形で扱ってきたのかっていうようなことなんかをちょっと簡単にかいつまんでお話をしてみようかなという、はいはい、じゃあ私も今回少し調べたんですけど、そこまで詳しく分かりやすく書いてあるものが意外と見つからなかったので、そうですか、はい、もう本当に今日楽しみにしてきてるんですけど、はい、意外と、ね、視聴者の方も分かりづらいところがあるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひお願いいたします。でそもそもですから、神殿の丘とハラムシャリフっていうのが、本来兵器した方がこういうトラブルはトラブルをその防ぐには兵器した方がいいということだと思うんですが、そもそもいきさつを歴史的にちょっとたどってみようかと、はい、お願いします。いうことなんですね。でまずちょっとこれエルサレムの現在の旧市街の地図というのをちょっと、これは僕の本から持ってきたんですけれども、現在イスラエルというか、これエルサレムの旧市街ですけれども、各宗教の聖地なんですが、エルサレムと言われている町は東エルサレムと西エルサレムと2つあります。2つに、はい、で西エルサレムというのが19世紀末から20世紀以降にできたいわゆる新市街なんですよ、うん、で三大宗教の聖地と言われているエルサレムは旧市街の東エルサレムなんです。東側にあるんですね、はい、東側なんですね。でそれでエルサレムといっても広うござんすで、ピンポイントでいうとどういう割合になっているかといいますと、うん、一般にそのユダヤ教 の聖地といわれているのは嘆きの壁と言われているところがこうあります。でこの嘆きの壁からこう、嘆きの壁はここだけなんですけども、西側の壁なんですけれども、はい、この一角ですね、ここがちょっと丘みたいになってまして、これが神殿の丘、うん、ここが、はい、ハラムシャリフという、ですからエルサレム旧市街の中でも限られた部分なんです、うん、ちなみにキリスト教 そのエルサレムにおける聖地というのはどこかというと、これ聖墳墓教会というのがあって、うん、はい、
まあ、政府務協会っていうと漢字で書くから硬くなっちゃうんですけども、うん、要するにここに昔ゴルゴダの丘があったというふうにされているところで、ここなんですね。でここでキリストがイエスキリスト、ナゼレのイエスというおじさんが、うん、まあ、革命を起こそうとして失敗して政治犯として処刑されたと、はい、まあ、無味乾燥な左翼っぽい言い方をするとそういう場所になるんですよなるほど、ね、よくわかりやすいです、はい、でその後に、まあ、教会を立つわけです、はい、ここですね、ここですね、はい、ですからちょっとまあここはキリスト教の聖地というのはちょっと若干離れてるんですけれども、うん、ですから問題になってくるのはこの神殿の丘と言われているエリア、ハラムシャリフと言われています。でもともとここは自然の高台だったところに、まあ、聖書物語で、まあ、別にクリスチャンやユダヤ教徒の方でなくても、まあ、聖書の物語としてはご存知の方多いと思うんですが、ソロモン王という王様がいるんですけれども、このソロモン王がここの高台に神殿を建てたんです、うんうん、これが大体紀元前10世紀頃と言われています。はい、でこれが第一神殿と言われてるやつなんですね、はい、でこれが紀元前の587年にバビロニアにやって壊されるわけです。お、壊しちゃうんですね。壊す、はい、でその後、バビロニアの その、まあ、領収とかそういうのがあって、一回それを再建されるのが紀元前の515年なんです、うん、でここで再建されたのが第二神殿なんですね、はい、ですからこの時代は当然そのユダヤの神殿なわけです。でこれが現在 の、 その神殿跡というのを主にその神殿の丘の整備をしたのが、うん、これが紀元前19年頃にヘロデ王という王様がいるんですよ。はい、ヘロデ王、ええ、はい、これまあ、よく昔幼稚園の時なんかクリスマスに、うんうん、聖書の劇とかやらされませんでした。あ、僕ねやってたんですよ、クリスチャン系 の、 ええ、幼稚園だったので、クリスチャン系じゃなくても結構クリスマスっていうとやりますよね、はいはい、でね、ヨゼフ役の子とかだといいですけどね、うん、ラクダ役とかね馬屋の馬役とかねまあよくありがちなその、はいはい、もうあるあるですよね、役とか、うん、あり、はい、僕自分が何役だったのか覚えてないんですけど、覚えてないですね、まああるじゃないですか。それではもう完全に悪者にされてるヘロデ王なんですけども、はい、一応そのユダヤの中ではそれなりのその王様でありまして、で彼がその神殿の丘を大幅に拡張して周囲を壁で覆ったんです、うん、第二神殿の周りをその、まあ、城壁で覆ったんですね。でこの城壁で覆ったこの枠、ここを城壁で覆ったもんですから、これが現在の神殿の丘の範囲になるんです。じゃこの時にルーツがある。そうです。ですから、うん、よくソロモン王の神殿跡というんですが、それ一回壊されてもう一回再建されて、その脇をヘロデの時代に覆ったという、だからこの枠組み自体はこれはユダヤ教の枠組みで作ったんです、うん、なるほど、実は、はあ、なるほど、はい。でこれが今度紀元後の70年に第二神殿がローマ帝国がエルサレム包囲戦によって破壊すると、うん、でこのヘロデ王時代の壁というのは西側の一部、これ幅が490メートル、高さ32メートルですけれども、うん、丘のところに立ってますから地面に潜ってるところも当然あるわけです、はい、で表に出てるのは幅57メートル、高さ19メートルのみが残ったと、うん、これがいわゆる現在嘆きの壁と言われてるものですね。はい、でただまあこの嘆きの壁っていうのはこの神殿が破壊されたことを嘆き悲しむということで、残されたこの城壁跡にユダヤ人が集まって、ユダヤ教徒が集まってくれるという習慣があったんでついた名前なんですけれども、うん、日本語以外特に英語とかではですね、ウェスタンウォールという西の壁、西、はい、地図見ていただくと分かるんですが、要するにこの神殿跡のこの西側の壁ですから、確かに西壁というふうにウェスタンウォールという言い方をすることが多いんで、もし現地にご旅行行かれる方が英語なんかで行くと、ウェスタン、まあザ・ウォールでもいいんですけど、ウェスタン・ウォールに行きたいというふうに言っていただかないと、嘆きの壁とかって変に日本語英語を訳しても、ね、はあ、い、みたいな、そうですね、通じないわけですね、ことになりかねないということなんです、はい、まあ、シンプルでいいですね、シンプルですね、はい。でその後、まあ、132年か135年にユダヤの属州でローマ帝国に対する反乱が起こりまして、うん、でこれで、まあ、徹底的に、まあ、ユダヤやられちゃうんですね、うん、まあ、この辺のいきさつは以前ユダヤと世界史というのをやったんで、まあ、はい、バックナンバーを見ていただければと思うんですが、ぜひご覧ください。でこれ以降ユダヤ教徒は原則としてエルサレムに入ってはいけないという立ち入り禁止されるわけです。はい、でこれローマ帝国が滅びまして、うん、で4世紀以降になりますと、一応1年に1日だけ、うん、杉越の祭りの日にユダヤ教徒が例外的に立ち入ってもいいよという緩和されるんですが、基本的にユダヤ教徒はエルサレムに入っちゃダメよというのが、ずっとこれが、キリスト教徒がその支配した時代続くわけです。でこれが西暦7世紀になりますと、イスラムが出てくるわけですね。はい、イスラムが、はい、で638年にムスリムが、うん、イスラム教徒はそのエルサレムを占領したと、はい、でイスラム教徒の理解では、彼らの考えや宗教の理解っていうのは一神教とは全部ルーツは一緒だと、うん、はあ、なるほど、はい、
ですからユダヤ教もキリストもイスラムも一緒なんだ、うん、キリスト教もイスラムも一緒なんだと、うんうん、ただ唯一絶対なのは神の教えを彼らは歪めて理解してるだけであって、うん、まあ元々のオリジナルテキストは一緒なんだという発想なわけです、はい、だからあのユダヤ教徒に対してもある程度の権利を認めようということになるわけですね、うん、だから当然そのムスリムというのが正しい信仰を持った人たちで、あのユダヤ教徒キリスト教徒というのは劣った信仰を持った人たちなんだけども、でも一応まあ信仰を持った仲間では広い意味での仲間ではあるんで、あの一定の制約は設けるけれども、あの経典の民というふうに言うんですが、この経典というのがあのまあ神には持っているそのブックですよね、はい、でこれ その信じる人々と、であのそのルーツはあのイスラムの預言者のムハンマドという人、自分が新しい宗教を始めたと思ってないんですよ。あ、そうなんですね、はい、あくまでも神の言葉を正確に伝えているだけです。で自分が一番正確に伝えている、正確に伝えている。でその神の言葉っていうのは、うん、あのイスラム その理解だと預言者っていうのは地球中に新たな預言者の歴史の中でアブラハムが一番最初に一神教を始めたんだと、そのアブラハムの宗教を自分は一番正確に再現してるんだという理解ですから、うん、そのアブラハム以来の一神教の系譜に属するのがキリスト教徒もユダヤ教徒もそこに属するんだと、だからここで共存すればいいじゃないかと、うん、なるほど。でユダヤ教徒がエルサレムの立ち入りもいいですよと。あ、じゃあ少しユダヤにあのちょっと寄った風になるとか、まあ、そうですね。だから、はい、あの割とキリスト教徒みたいにユダヤ教を排斥するという形には必ずしもならない。なるほど。ただ、まあ、はい、あの二級市民は二級市民ですから、それがあの現在の感覚でいうと差別がなかったかと言われると、まあ、ちょっとそれはまあ微妙なところではあるんですが、うんうん、ただあのかなりその辺は緩やかにはなったと。でただですね、ここで一つ問題になってくるのは、あのエルサレムを占領した時に当時あの第2代のカリフがウマルという人なんですけれども、あのエルサレムを無血開城にしてですね、あの当時あのギリシャ正教会がそのエルサレムを抑えてたんですけれども、ここで盟約を結んだと。ここでエルサレム、特にそのハラムシャリ あるいは神殿の丘と言われているところに対してですね、ワクフというのを設定する、ワクフだというふうに言われているんです、ね、はい。でこのワクフってのは何かっていうと、うん、これはあのイスラムに独特なの財産の寄進制度を、財産寄進制度、はい、ええ、うん、っていうふうになりました、まあ、ちょっとまず辞書的なあの読み方をしておくと、はい、財産寄進制度で何らかの収益を生む私有財産の所有者がそこから得られる収益を特定の慈善目的に永久に充てるため、うん、その財産の所有権を放棄すること、またはその対象の財産やそれを運営する組織を意味すると。ちょっとまあ、あの固い役になるんですけども、うん、どういうことかというと、うん、はい、あの例えば非常に一等地に土地を持っていると、うん、でそこで宿だとか あるいはそのマンションみたいなの経営すると当然人がいっぱい入ってくるよねと。そうですね。で家賃取れるよねと、うん、でその家賃を使って学校を運営してくださいと、おお、モスクを運営してくださいと、はい、そういうその慈善活動、あるいは病院でもいいんですけども、まあ、一般的に多いのはあのモスクですね。モスクとその付属の学校ですね、うん、でそこで運営をしてその学生さんの学費だとか食費だとか先生の給料だとかっていうものもその上がりの財産で賄運営費を賄ってくださいという制度なわけですよ。なるほど、はい。でエルサレムのその旧市街、特にその神殿の丘のあった地域というのはこれはワクフが設定されたというふうにイスラム教徒は理解しているわけです。あのウマルの時代は、はい、岩のドームまだないんですけれども、ただまあいろんな人たちがこう来ますから、参見した、うん、来た人たちなんかのまあ記者なんかを集めて、うん、そこでまあお金が回るということなので、うん、そうですね、はい、そこをそのまあ、有効に活用しようということで枠を設定するわけです、うん、でこの枠を設定するということはですね、ただ設定したというだけだったらあそうなのだけなんですが、実は一度その枠を設定した財産というのはですね、イスラムの理解では一切所有権の移動を認めないって言うんですよ、はい、永久に、はい、ありましたね、はい、だから一回設定しちゃったら、うん、もうそこは例えばここを、モスクに併設の学校にしますよとなったら、うん、それはもうずっと未来永劫学校にしなきゃいけないんですよ、うんうんうん、で、として運営しなきゃいけない、はい、だからそこを売買とか譲渡だとか、あるいはその土地をじゃあ一部ちょん切ってここだけ半分だけ学校には残すけれども半分はちょっと別のところに道路を通したいんだみたいなことも、これもダメと、もう何もできないんですね、できないと、はい、いうことになってるんですよ、うんうんうん、でこれが実は後々効いてくるんですね。ほう、はい。でその後この、現在のその、ハラムシャリ神殿の丘と言われているところに691年に岩のドームが、はい、建設をされました、はい、これですね、はい、こちらの図にもありましたね、はい、はい、で、岩のドームがなんで建設されたかっていうと、実はこの当時イスラム
世界が内戦状態にありまして、はい、あのウマヤ朝という王朝がそのイスラム の、まあ、あの統一政権政党政府ということになってたんですが、だからそれに異議を唱えるイブン・ズバイルという一派がいたわけです、はい、で彼らがメッカを、ね、あの占領しちゃったんですよ、うん、でもともとイスラムの、その、まあ、イスラム教徒は1日に5回礼拝するんですけれども、あの礼拝の方角キブラっていうんですが、うん、あの最初はエルサレムの方向いてお祈りしてたんですね、うん、でそれが後にメッカの方向に変えるんですけれども、うん、そのメッカのその方向が、これが漢字のメッカがその反乱軍に占領されちゃったもんですから、はい、これはもしかするとウマヤ朝の側からするとですね、もしかしてメッカがずっと占領されてるかもしれないと、うん、だから最悪の場合にバックアップが必要だよねと、メッカを保護したいと、いやメッカがもう占領されちゃってますから、はい、そこに向かってお祈りができなくなる可能性があると、うん、でそうすると別の場所を作んなきゃいけないよねと、うん、なるほど、別の場所を作ると、はい、でそれはだからメッカはもうこれは占領、反乱軍に占領されちゃったんで、うん、こっちに向かってお祈りが将来的にできなくなるかもしれないから、うん、そうした時にはもう一回やっぱりエルサレムに戻さざるを得ないよねと、うん、確かに、でそこでどうしたかっていうと、そのエルサレムにそのこの神殿の丘のところにですね、聖なる石ってのがあるんですよ、うんうんうん、聖なる石、ええ、でこの聖なる石を取り囲むようにドームを作ったんですね、うん、それが岩のドームなんです、だから岩のドームなんですよ、うん、なるほど、ドーム状に石ですね、ええ、ではい、ちなみにこれはよく誤解されるんですけれども、岩のドーム自体はこれは礼拝施設がないんでモスクじゃないんですね、うん、あ、モスクではないと、ええ、で岩のドームのすぐ前に、うん、アクサーモスクっていう別の礼拝用のモスクを作るんです。でこれは屋根が銀なので銀のモスクって言って、うん、あそこ金と銀、金さん銀さん両方いるんですけど、金さん銀さん、はい、で金の方が岩のドームなんです、うんうん、ただまあその辺用語としては実際にアラブの連中もその結構辺一帯アクサーモスクとかアクサ地区って言って、うん、アクサーモスクって岩のドームの写真載っけたりすることも結構いっぱいあるんですけども、うんうん、まあ絵面的にはやっぱり屋根が金色の方がかっこいいですからね、金色で六角形で、はい、造形的にはそっちがかっこいいんで、うん、混同されること多いんですが、そこに作るんですよ、はい、でこの聖なる石ってじゃあ何かっていうんですけれども、実はこれが先ほど申しましたアブラハムですね、うん、アブラハムっていうのがこれがまあ一応その一神教宗教 の、 そのユダヤ教キリスト教イスラムではこれいずれもそのアブラハムがルーツだということになってるんですが、はい、彼は一人息子のイサクを神に捧げようとしたと、エルサレムのその岩の上で、聖なる岩の上で捧げようとしたということがあるんですけれども、ここの場所がまあ非常に聖地になっているわけです、うん、その場所でやろうと捧げようとしたと、そうしたと、はい、でさらにここにですね、この岩の上にその後にそのソロモン王、ダビデ王ですね、ダビデ王がまあ神殿をそのができた後で、神殿を作る前にですね、ここの岩の上にですね契約の箱を納めたと、はい、で契約の箱ってのはこれモーセの10回が記された書版なんですけれども、うん、あれをその板のまんまこうブラブラ持ち歩いたりするわけにいかないですから、はい、それやっぱ箱に収めるんですね、うん、聖なる箱に収めて、うん、それをこの聖なる岩の上にイサクが、アブラハムがイサクを捧げる、生贄に捧げようとしたその岩の上に置きましたと、うん、なるほど、でさらにはこの岩を中心にそこが高台になってたもんですから、ソロモンが最初に申したエルサレム神殿を作ると、なるほど、そこにつながるんですね、つながるんです、はい、でキリスト教徒もその初期の頃はやはりその聖書の物語というので、アブラハムからダビデ、ソロモンというのはやっぱり彼らにとっても重要な物語ですから、ここは聖域として扱われたと。で一方イスラムではその預言者ムハンマドがここからですね、これは天界一生伝説っていうのがあって、翼の生えた天までブーラクという馬がいるんですけども、はい、そのブーラクという馬に乗って一晩のうちに天国の一番上と、地獄の一番下まで見に行って、天国の一番上まで行って、その神様の前にぬかずいたという伝説があるんですよ、はいはい、でそれはこの聖なる岩からその天界にかけていったということがある。でもっと言ってしまうと、このイスラムではその、まあ、過去の一神教 の、 話が結構アレンジされて入ってまして、それはそれでいろんな面白い話あるんですけども、うん、彼らに言わせると、この聖なる岩の上でアダムが塵から作られたと。でさらにエデンの園を楽園通用されたアダムがどこに起こってくるかっていうと、この場所に起こってきたと。いや これは私が言ってるんじゃないですよ、うん、はい、イスラム教徒の理解ではそうなってるんです、はい、でそういう意味でその一神教の人たちにとってこの聖なる岩って非常に重要なところなんで、うん、そこの周りにドームを作ったと、はい、でところが
当然のことですけれども、この神殿の丘と言われているところはもともとユダヤ教の非常に聖域であって、でローマ帝国の間にそのユダヤ教、ユダヤ人、ユダヤ教徒がその追い出されて、イスラムになってからもう一回入っていいというようなことを言ったんですけれども、うん、そこにですね、まあ、イスラムの宗教施設を建てて、でモスクまで建てちゃうと、これはどうなのかと、いかにその力関係があるとは言ったって、これどういうふうにそのユダヤ教徒は受け入れたのかということなんですが、はい、ここで出てくるロジックというのは、こういうロジックを持ち出すんですよ。つまりあくまでもこのユダヤ教といってもいろんな派が宗派とか細かいのありますが、正統派のユダヤ教においては結局ユダヤ教徒は世界の終末にそのメシアが現れてこう、うん、彼らを救済すると、でエルサレムの神殿を再建して、でそして、まあ、ユダヤ人ユダヤ教とその、まあ、救済するということになってるんですけれども、それまではこの神殿の後には立ち入ってはいけないということをおはい、いうわけですよ、はい、だから嘆きの壁の外側までは行けるけれども中には入っちゃいけないということなんですね。なるほど。理論上は、まあ、もちろんそれ偽造して観光客としてフラッと入ってくるアメリカから来たユダヤ人がいると思いますけど、はい、ただ一応競技場はそうなってるんですよ、建前としてね。なるほど、うん、だから作っちゃえと。だから逆に言うとユダヤ人ユダヤ教徒の側からすると、神殿の下の敷地内の中にイスラムの聖地のモスクとか、うん、あるいはその岩のドームを建設されても、うん、それは世界の終末になったらそれはメシアがもう一回やってきてぶっ壊してくれるから。なるほどね、はい、でそれまではどうせ俺たちも入れないんだから、はい、実際にダメージはないよねということで、ムスリムと住み分けをしたわけです。なるほど、まあ、そういうロジックを使って一応収めたんですね。 それで、ね、だからこうやって収めたんです。だからこの外側のここがユダヤ教徒の聖地で、この内側はムスリムのところだから自分たちは入らないということをよく住み分けをしたんです。なるほど、そういうことだったんですね。元々はこれユダヤ教のその聖域として作られたものなんですけどね、はい、でその後その十字軍なんかが入り込んできて侵攻したということがあったんですけども、まあ、一時その十字軍で、まあ、キリスト教の占領軍が作ったラテン王国が、まあ、これがなくなっちゃうとですね、まあ、キリスト教徒側もその聖地エルサレム奪還するところまで諦めるわけですよ。でそれからむしろ逆にそのキリスト教徒にしてみれば、この聖墳墓教会なんかもありますし、聖書に出てくるいろんなところがある聖地ですから巡礼者がいっぱい行きたいんで、その巡礼者が安全に行けると、あるいは現地でその嫌がらせとか変なことされないというその保護をどうやったら確保できるか、うん、でそれは後にオスマン帝国がここを支配しますから、うん、それをキリスト教徒 の, そのまあ通行の自由をどうやって確保するかということが最大の関心になってくるんですね、うん、なるほど、はい、でそれさえ認められればもういいでしょうと。で大体近代以前のある時代というのはこれオスマン帝国は圧倒的に強いですから、うん、ヨーロッパの国々というのはその周辺にそのへばりついているような小国というイメージですからね、まあ、今で言えば、はい、なんだろうな、アメリカとその南米のちっちゃな国ぐらいの力関係がありましたから、もう要するに南米がくっついてるだけでアメリカが大きいじゃないかと、それと同じぐらいオスマン帝国が強かったですね。そうです、一時的に強かったですからね、そういった時代がありましたから、はい、ですからその時代はもうとにかくオスマン帝国の下で無事にそのキリスト教徒の巡礼者がエルサレムに行って帰ってもらえればいいよねというぐらいの感じだったんです、うんうん、で結果的にエルサレムはその三宗教が共存すると。でただ共存するといっても、先ほどの来からご覧いただいている地図みたいにその中では住み分けあって重ならないわけですよ。で一応ここはムスリムが支配をすると。なるほど。でムスリムの側としてはここはワクフが設定されているから、うん、エルサレムはワクフが設定されるから、この管理はムスリムずっとやるというのが彼らのその理解なわけですね。なるほど、あそういうふうにつながってくるんだ。でそれが20世紀までずっと続くわけですよ。